こんにちは、チャヤです。マリオメーカー2やっていきたいと思います。鬼滅の刃のキャラと一緒にスピードラン500秒ということで、まあ2時間コースでしょうかね、やっていきたいと思います。ただしズルできるところがあります。これなんだよね、これがミソなんだよ。いやー、500秒スピードランの正規ルート大丈夫かな。ちゃんとクリアチェックしたって書いてあったね、えらい。で、鬼滅の刃好きなのか。俺もあれだな、鬼滅の刃ちゃんと見ないとダメだよな。サーモンランしながらアニメとりあえず12話くらいまで見たみたいな、この中途半端な感じなんで、ちゃんと見ないとね、未だにちょっと漢字難しくて読めなかったりするしね。炭治郎とかさ、あれ、かまどねずこでいいのかな、読み方。あれ、かめどかな。結構旧字体とか使えててさ、キャラの名前すらしっかり把握できないという。巻物食ってんのはさ、あれはなんで、ああなってるのかすら分かってないからね。おーい、マジか。お、ちょ、待って、あ、おのこと、なんか見けた。これ戻れる？うわ、そんな、まあいいでしょう。でもさ、待って、ここでさ、もしね、そう、この鍵を取ったとして、私どうしますって感じなんだよね。この後いけんくないと思って、どうやってズルするんだろうな。これ一回左戻りたいんだけど、戻れないよねこれね。あ、いけた、戻れた、よしよしよし、ポンポンポン、あぶね、一回待とう。ほっ、これ絶対、こんな隙間絶対入るなって言ってるだろこれ。オッケーオッケー。さあ、早くもズルを見つけていく。これ絶対入っちゃいけないやつ。え、はは、間に合わないだろこんなの。え、俺そんなに止まってた？いや、全然間に合いませんから。よし、更新した。いや、更新したけど、ほぼ無理だろ、こんな。どっかに資産あんじゃねえの、これ。え、無理だ。え、ほぼ今ノンストップだったよね。え、これなんかおかしくない？なんか違うぞ、これ。あ、ここか。あ、わかった。そうか。そこの溝か。そこの溝にあんだな。お、やっぱった、よかった。だよね。そうだよね。間に合わねえと思った、さすがに。よかった。オッケー、ここでスター補充できますと。オッケー。はい。パッと見ズルできそうな一方通行がいっぱい。はいよ。でも、赤コイン取りに行かなきゃいけないから、やっぱできないようになってんのかな。はい。一旦とか入ってみましょうか。おっ！オッケー。ここか。なるほど。これはさ、こういうことでよろしいかい？あー、なんか逆走して赤コイン取ろうと思えば取れんだな。OK! ちょうど真ん中だった。うまい。デカ状態で。何か。これうまくやればデカ状態でいけますな。でででーん。あ、やばい。食らっちゃいけなかったんじゃないか。やべえ！食らっちゃいけなかったんじゃない？これ。しまった。だから左向けて神キックしなきゃいけなかったのか。うわ、やっちまったなー。右向きで壁キックすると当たるんだったら、左向きで壁キックすればいいのかな。 OK、 ゴー。切り返しの時は難しいんだよね。ふっ、よし、いった。意外と落ちるんだよな、切り返しの時。はい、食らうのは確定でよろしいか。よろしいのかな。さあ、残り、え、食らうよね。そうだよね。うわ怖っ。 OKオッケー、ここで時間短縮していきましょうか、地味に。はい。うわ、引っかかった。危ない、振られすぎると、そうか、死んじゃうのか。気をつけないと。はい。で、切り替えるとなんだい。うわ、往復切り替えってなんだ、戻るのか。あ、そうか、ここ行けるようになるのか。いや、これ地味にトゲ当たる仕組みになってるのが嫌だな。振られないように。うわ、地味に上にトゲ置くな。やめろ、本当に。あぶね。これなんだ。ひえー、やっちまった。すんな。なんか救済措置はないの？救済措置ねえのかよ、頼むよ。時間切れで最初死ぬのは嫌だけど、オッケー。トゲに当たる方よりマシ。オッケー。で、ここな。はい、オッケー。で、初見殺しはない。あ、何？どういうこと？じゃあ、とりあえず、かぶっていく？これ大丈夫なのかな？なんだろう？
うわーうわー積んだーダメだーうわーよし帰ってきた。はい、オッケー。よしおゴールが見えるのにあと370秒走んなきゃいけないなんて。よしお使うのかな。え、なるほど。よし、向こうに行っちゃうんだよな。でもこれワンチャンメットかぶった状態でできるな。そしたらよしおが必要なのか。うわー、それは先に行ってくれねえと。こりゃえぐいね。あね、隠しの鍵の場所は分かってるんですけど、まだ鍵使うとこないっすよね。さあ困った。うわー、下に何周かさせる。あ、よしおがいればワンチャン食っていけんのか。あのさ、ちょっと雑談挟ませてもらいたいんだけどさ、今の、まあ、小学生とかってさ、鬼滅の刃好きじゃん。鬼滅の刃の、なんだろう、人気な理由ってなんか、やっぱ独特な世界観だよね。あと、刀がかっこいいって思ってる人もいると思うんだけどさ、それってちょっと、自分らの世代のさ、いや自分らの世代って言うと変か、この動画を見てるのが割と小学生中学生高校生あたりが多いからちょっと違和感かもしれないんだけど、我々の千早の世代で言うとこのあれだろ、ブリーチの剣なんだろうな。確かに俺も好きだったもんな。氷林丸かっけーみたいなね、千本桜影吉かっけーみたいな思ってたもんね。我々の世代だとね、おっちゃんの、もう、おっちゃんの世代になると、そういうことなんだろうな。なんか剣っていいよな、日本刀ってな。なんなんだろうな、この、日本刀が好きになる、男の子の、男の子というか、男の心理。なんなんだろうね。やっぱ一緒なんだね。世代は違くてもさ、ジェネレーションギャップはやってもやっぱ、刀好きなんだよな、男の子って。なんなんだろうな。ほっ。それともあれ、刀関係なかったしね、鬼滅の刃の人気。どうなんだろうね。でもいいよね、なんか刀とかね。ちょっとな、ここミスりがちだから、注意。ほい、よし。こういうことだ。で、じゃあ。違うんですよ。そこでヨッシーを、ほい、ここでヨッシーをゲットして、こうして、こう、オッケー、これでいいんですよ。ようやく進めた。さあ行きましょう。ああ、やっと先進めるわ。はい。どれくらい時間に余裕ないんだろう。下どうなってんだ。ここで、うわあ、やっちゃった。よし。でもここでヨシオとお別れなんだよな。だよね。まあいいでしょう。新しいとこ行けたんでよしとしましょう。そうか。鍵持ってくればズルできんのか。いいのかな。持ってこう。持てるだけ持ってこう。ほい。ほい。ほい。はあ、危ねえ。死んだと思った。いいのかな。なるほど。いいのかい。これできる限りズルはしてった方がいいだろう。これ何？あ、違うのか。持ってけってことかと思った。ピースイッチを。まだ別のとこだったんだ。よし。はい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 。右下エロいな。右下？え、何これ。あ、そういうこと？なんであそこに隙間つくんだよな。これなんか、外れるとなんじゃない？違う。こちら。あ、とりあえずいいっぽいな。正解だな。これなんか、どっかのドア入れそうだ。初見殺しは多分ないと思うんだよね。出た。一応 P 持ってこうか。なるほど。あの、ウェットをズルして被ってきてるからセーフって感じだな。これね、あの、隠し鍵があるから、ワンチャンなんて言えばいいんだろう。ちゃんとスキルチェックじゃなくてクリアチェックやったって書いてあったけど、ワンチャンやらなくてもクリアできるんで、それがちょっと怖いんだよな。あ、これ、倒していかなくてもよかったな。倒した方がむしろ時間かかった。やばい！え？
いけんくないこれ。え ?What? え、違うのか。ファイヤー食らってけだったの。え、ファイヤー取んなくてよかったんじゃないの。うわ、完全にしてやられたぞ、これ。やばい。やばい。なんかどっかズーできるとこないかな。なんかズーできそうじゃないこれ。あれここいけんじゃね。どう。いやー、なんか行かない方がよかったような気がするな、これ。やべ、ミスったか、これ。うわ、やらかしたかもしんない。うわー、やんなきゃよかったな、余計なことしなきゃよかったー。うわー、どうしよう、どうしよう、どうしよう。おー、わかんねえから右と。どこここあ、ここか。なるほど。あー、ダメだ。終了した。余計なことしなきゃよかったー。じゃ一回録画確認してこよう。さっきのやつファイヤー取っちゃいけないんじゃねえか。よし、来た。で、ここはさ、デカ状態だといけなくなるんだから、落ち目でいけばよし。よしよし。はい、はい。一個持ってくって可能性あるよね、これね。ということで、入ってみた。いやー、持ってきて正解だった。ここに繋がってたのか。あー、そういうことね。なるほど、なるほど。で、死なないように、P だけ持って、こっち行って、で、こうだよ。ここだ。え、なんかここさ、三段ジャンプかなんかで無理やり入れそうじゃね？無理かな？まあ、とりあえずどこ入りましょう。いや、三段ジャンプじゃねえのか。待って、ルートがわからん。え？あ、あった、なんか鍵。え？わかんねえ。ちょっと待って、俺行くべきどこ？どこ行けばいいの？とりあえずここ行って。あー、ちげえわ。そういうことか。行くの？普通にここだな。ここだよね。いや、どうなんだ、倒すのかな。まあ、簡単に倒せる敵だから倒しとくか。これは鬼滅の刃の中ボスかなんかを倒さなくていいんだ。何か持ってるのかな。うわ、毎回死にそうで怖い。え、これいいよね、壊さなくてね。いっちょいっちょいっちょ、これ壊さないかな。 Y ジャンプ連打で速くなります。ただ、噛み合わないと早くなりません。え、一個持っていこう。一個持っていこう。一個絶対持っていこう。これ絶対持ってった、これ。絶対。これさ、もう時間間に合わねえんだろうな。めちゃめちゃチンドラやってるからな。なるほど。なんかわかんないからさ。とりあえず、鍵行こう。ああしまった。なんかできないこれ。無理。ご了承ね。いやー、やめて、お願いだから、そういうの。地獄だよ、本当に。あ、太郎6号チャンネル登録ありがとう。嬉しいよ。こんな深夜というか朝4時によくチャンネル登録してくれたの。ありがとう。くっそ、やられた。無理やー、戻る手段がない。あー、やめたくない。でも、なんかなんとかなんねえの、これ。本当に。お願いします、お願いします、お願いします。なるほど。ズルするってなるとそういうことなのか。この鍵ドアに入ると、なるほど、ここに繋がんのか。で、右行ってゴールなんだね。これなんかズルでゴールできそうな雰囲気ね。あ、ほら、なんか、土管から出てきてゴールするパターンじゃん。よく見たら。この土管、この土管。なんかあるね、これね。さてはなんかあるな、これ、裏面に。これ、いろいろあるぞ、ズルルート。さあ、やってまいりました。これ入って、あと、過去にもう一枚これをゲットしなきゃいけないんだね。お、やった。はい。さあ、また同じことをやればいいと。あとはゴールなのかな。一応その予定なんだけどな、俺とさ。すると結構時間あるんすよね。俺さ、この上に見えてるさ、土管のエリアあるじゃん。これ、どっかになんか一個、土管正解ルートみたいなやつありそうかなって、勝手に想像してる。いや、でもさ、探しに行く時間がないよね。そうなんですよね。調べに行けないっすよ。時間あるのかもしんないけどね。無理はできない。死んだら元も子もね。ほっ、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 ほっ。はい。いや、届いた。赤コイン取りに行くだけなんだから、なんかズルできそうな気すんだけどな。ダメなのかな。やべえ、ねえ。嘘、そんなことある。いや、でもこれも、あれ取っちゃダメだよね。え、これ。メット被ってなかった。どうなっちゃってたのよ、これ。よし。はい。
や、これ大丈夫かな、この先、この先足場なくなってるなんてことないよね。あのコインをさ、パウで爆発して、そう、なくしちゃってんだよね、自分でね。お、大丈夫なのかこれ。うわ、怖すぎこれ。メットないだけでこんなに怖くなるか。もう絶対ここでミスりたくないもんね、気持ちとしては。ここでミスったらマジ、マジなえるかな。はい、一応ブロック壊しといたからさ、ここは楽になりましたね。これ入ってどうなんだっけ。そうか、ここか。うー、危ねえ、生き残った、危ねえ、よかった、危ねえ、今死んだと思った。で、こう、そうだね。で、これ終わりだったらマジ助かんだけどな。はい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 。でもさ、鍵ドア一つしかなかったから確定だよね、これね。これ、スタートってゴールでしょ。だよね、信じてるよ。だよね、やったー！ 500 秒スピードランではなかったな。そしてこのもう一個のルート、俺は開拓しなきゃいけないのか。いやー、きつかったー、大変だったよー。この、わかりますかね、この真ん中下にある土管から出てきたいんですよね。ってことはこれが表面なんで、裏面の土管をちょっと探索しなきゃいけないわけですよ。ということで、やっていきたいと思います。よし、探すぞ、全土管探す。まずこれじゃない、これじゃない、これでもない、これでもない。こういうやつ入れないですよね。だからこれは違う。これも違う。これは入れません。これも違う。これも違う。行ったら戻れなくなるかもしれないけど。これも、おー、入れた！これだ！あったー！ずるるとバーうざけんな。あったぞ、見っけたぞ。よし、じゃあ全力でズルしていこう。今までやってきたことを全部やらなければ、やらなくてもいいようになるんだから、この辺とかってさ、探索できんじゃないかな？いけないかな？スター探索、つまり。全部する。これでいいんじゃない？いいよね。赤コイン取る必要ないんだから。オッケー、どんどん探索していこう。さあ、やってきたぞ！行くぞ！超探索だ！うおりゃ！やったー！これ中身なんだろう？おぉ、キラーだ！うえーい！500秒スピードランを、約150秒でクリアしました。やったー！やちはやよく500秒スピードランクリアしたよって人はね、チャンネル登録、そして高評価をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね！バイバーイ！